どうもプレスと申します。飛球場シーズン98最終日の1戦目やっていきます。でこの方はですね、僕の拠点にシーズン中盤で、1体撃破でマイナス20つけて突破されていった方にリベンジぶちかましておりますと。いやー、とりあえず防衛進化なしなんですけど、嫌な匂いがしてます。いきましょう。あー、ラッキー最近これ多いな。これマジででかいかも。うん、後で言います。これは砦がレベル5、ボーナス拠点なし、ありがとうございます。で次、強行がレベル3、黒のフニャレベル2、作戦室もレベル2、白のフニャレベル4、回復の音はレベル5と。これは壊せそうですね。まずは一卒のブライモンドさん。まだわかんないですもんね。とりあえず小ドーパでございます、しっかり。なので月虹使えるようになってます。いやー、大丈夫かな。受けるつもりです。あー、いけるかな次、一卒のボンビカヤ、ゴリゴリですね。いけるかな。多分流烈使えるようになってます。で力が瞬撃とこれで65か。65ですね。どういう計算なんだっけ。いや、もうやってみない、もうそれしか思い浮かばなかったので、どうなるんだろう。で次に無凸のニギアン、防衛深海なおかげで、一応レイラさんは入っちゃいますね、アタッカー陣。多分大丈夫でしょう。バフも入れないので。で、しっかり枠乱、枠乱と、この鼓動と。これが全体に入ってますね。次に、十突のセリス、闇の祝福。もう完全に切り替えてないのか。もうオールシーズンこれでやってるんでしょうね。で、ティルフィングと。で、一応雷と入るし、で、まあ待ち伏せなんですけど、ドテンプレの。レイさん使うので関係ないと思ってます。で、次に8凸の立射、結構いってんな。速さ上げ。で、流線なんですよね。50% 乗る。まあ30ですけど、どういう計算なんだっけ。いや、もう、さっきも言いましたけど、もうやるしかないので。ただ今回はしっかり記録見ときたいですね。この、攻撃のナンパー乗る系ってどうなるんだろうってやつ。まあ、表層とかね、守備とか魔防のか乗っかるやつとかも全部同じ扱いなんでしょうけど、この辺甘いんすよね、自分の計算。こんなにやってるのに。いきます。で、最後に、無凸の弓アルム。不動性持って待ち伏せ係と。まあ、クルニエさんじゃないので、これは関係ないですけど、また方向の子供持ってますね。とにかく、ほぼほぼ、扇使えるようになってると思われます。いきましょう。で、そうだな。とにかく、扇じゃない、あれあれ、回復の塔。回復の塔を取っていきたいので、まずそれからですね。回復の塔さえ取ってしまえば、あとはゆっくりいけるので。そうですか。こうしてこう。そちらですか？承知しました。あなたの。で、レイラさんゆっくりセットすればいいし。別動体はゆっくりエナジー取ってきてほしいですね。はい。で、ナーガのぶちかましも使いたいけど、レイラさん左上行ってもよかったな。ぶちかましであげれたもんね。よろしいですね。いっか？オルティナさんだけで。1ターン、うまくいけばニニアンだけ浮くので、お望みのままに回復の塔いただきます。はい。で、ラケシスはもう使うことないね。良いでしょう、仰せのままに。
まあ次のターン一系、まだ早いか。まあ丁寧に行きたいですね、ここは。まあ、準備するんなら、こう壊しちゃうと左上取れなく、まあ一回後でここ壊して下げる。うん、でまあ竜特攻、まあ意味ないけどつけとこうか。うん、これが今やれる限界かな。白の封印、取れるけど取っとく、よくないかな。あんまり攻めすぎてもまあ1ターン猶予絶対あるので。あー、ただブルーニャに確実に入るし、あそうでもないのか、レイラに入ってんのか。このままでいっか、いけると思う。でワクランが入っちゃう、さあ行こうか。ぶちかましで開けてセリスを取る。うん、で死のという人デバフも入って、はい、こいつは倒せるね。あ、そんなに食らわない、どうなんだろう。扇の数値って出ないですもんね。で厄介そうなエミアルムだと思うんで、これでお願いしたい。うん、レイラさん引いた。打ち損ねたら、いや打ち損ねることはない。いやー、もうレイラさんお役ごめんだしね。もうオルティアさん次のターン1ターンで左上取りに行ければいいし。あ、てかあれか、鳥のレベル差言うの忘れました。そう、絶対耐久しなくちゃいけないので、お願いします。これでさあ鳥のレベル差もあるし、54も、うわ無理かこれ、うわ無理かこれ。54もいく、はあ54も食らう、うーわ、はあ、54も食らうんだ。すっげえ。うわ、流線もう完全に、ね、ブルーナ対策になるんだ。はあ、そっか。はしごは3つあんのか。あー、そっか。なるほどな。いや3つあるしリタイアするか。うん、今日は時間あるんで撤収しよう。くそー、リベンジ失敗です。はい、続きまして最終日の2戦目やっていきます。今回はノラでやっております。いきます。まずは砦がレベル5、強硬な方はレベル4、ちょっと透析刺さってますね。メガクエキより先に、うん、壊すと思うので、一応壊れる。うん、壊れますね。で、次に作戦室はレベル4。クロノフィンはレベル5。透析器はレベル1。シノフィンもレベル5と。まずは、急突をね、サラ。はぁ、あげたね。ソラ戦？あ、スラシル呼び込むのか。ああ、しっかり応援トラップも鳴ってる。へえ。
で次一凸のリアーネ、最近よく見ますね。いやー、あの総演の実況の方でもね今はまだ動画出せてないですけど、もう、最新の収録では仲間になっております。はい。で次に一凸のスラシル、珍しいのある、応援したらなるやつか、凶暴。はあ、なるほど。あ、応援トラップやるときこういうの利用すればいいのか。なるほど。次に無凸のリュシオン、攻撃上げで祈り、獣人、獣盾か、獣盾、誰にあれなら並ばせとけばよかったのに。で速さの封印、セインで、次に二凸のドーマ、なる、ほぼ自前好きですね。引き戻しで戦員で守備の封印で、次に四凸のルッキーが、今シーズンボーナスキャラですね。こんな強かったっけで祈りと、祈り好きですね。リュシオンも祈りだったし、あ、聖兜とか被ってる。で鬼神飛燕と鬼神金剛と、了解です。じゃあ行きますか。いやー、そうエーゼルカード使ってないなと思ってあんなに大活躍いつもしてくれてるのに、なんで行きましょうか。ブルーヤさん完全に補助係ですね。壊れた。でこれでもうセッティング完了ですね。でブルーヤさんも完全に補助係です。ほじくっていきましょう。ここ壊すと一応ね、さらにね、あの変身したネサラに殴られるというトラップですね。いや、昔めちゃめちゃ引っかかってましたしね、これすぐ引っかかってましたもん、こんな。オルティナさん暇ですね。で、じゃあ宝石がお役ごめんと。で、そう、これがちょっとどうなるかなって思ってて、メガクエが入ったことで、ちょっと厄介なことになったなって思ったんですけど、とにかく白の封印まで壊したいですね。攻撃の封印も持ってたっけ。あ、持ってるわ。あ、でも一発殴ると解除されるんで意味ないかな。こんなもんかな。さあ次のターンいきますよ。ただエナジーを取っとかないといけないのか。とにかく右腹いきます。さあデリカルトさんお願いします。で発動する。あ、やべ、かかった。ヒットボールの下が、あー、そっか、ここほじくっても問題ないか。いくか、いけると思う。こうして、分かった。で、うわ、倒せねえ、ルキナ。で、ここ倒す。さ、進むわ。あ、ドーマ、勝て、マジか。じゃあ、こうかな。ネサラぐらい問題ないと思う。再構造されたらだるいんで。ブーツとかなかったよね。じゃあこう。ちょっと急遽。あ、ネサラ取れそう。取ろ。これでかいね。これならもう安全では。ルキナ殴ってくる。うわ、まあまあ入れるね。さあ、進むわよ。ドーマさんかって。分かった。2回殴って。分かりました。救援持ってねえんだ。一旦引いてもいいけどな。ここを殴って最高でいいでしょう。さあ、進むわよ。で、もう一回殴れるけど、ちょっと、やっぱちゃんと、邪神のブレスの効果効いてますね。これ嫌いなんすよね、本当に。そちらですか。で、
もう竜特攻入れて殴ればいけそうかな。もう一歩ずつ、うん、ですもんね。よろしいですね。うん、雷まだも踏んでもいいかな。さあ全部やってもらおうか。うん、やっぱ竜特攻あると全然違いますね。よし、エナジーも取ったし、いきます。いや、やっぱちゃんと強いね。うん、ほんとこの攻撃下げがうん、これなかったらもうちょっと、やっぱドーマー攻撃力高いですしね。それ最初うん、殴ってもシップ陣で発動しないなと思ったんですけど、オルティアさんのバフじゃない、祝福の効果あるのでなんとかなるなってので思い切って出してみました。はい、続きまして最終日の3戦目やっていきます。この方はそう、シーズン終盤に僕の拠点をパーキット突破されていった方にリベンジぶちかましております。ただパッと見、そう、ドーマがすごい目立つんですけど、最高度係いないのでなんとかなりそうな気配がしてますね。いきますか。まずはトリガーレベル5、カフトはレベル2、これ壊しに行こうか。うん、で次に白の冬がレベル1、カメラドームレベル1、透析器がレベル3、作成室もレベル3と。いや、やっぱ拠点のレベルが低いですね。ちょっと、うん、それなのにね、あんな見事に突破してったから、やっぱりもうね、新規さんというか強い方が登ってきてますね。楽しくなってきてますね、飛空場。まずは無凸の闇落ちベルクト、久しぶりに見たけど、いやー、この拠点ほんとよく見たらすごいよくできてて、引き込まれるともうフルボッコにされる作りになってます。もうあれですね、スキルをチェックしない方用なのかな。で、待ち伏せ対策もしてありますと。で、次に、無凸の闇落ち匠。あ、闇落ちばっかりだ。今気づいた。ね、上の4人、ね、闇落ち系だ。へぇ。で、スカディもクラウドだるいっすね。なんでもう、あ、でも食らうのか？縦3列か。攻めでは、使ってるんですけど、防衛で食らうっていうのはね、あんまりないですよね。なるほど。で、次、無凸つない命出て。これも、一世を風靡しましたよね。結構、10凸作った方も多いんじゃないですか。かといって、ただ強いだけなんてもう、今、散々いますしね。ちょっと陰りがっていう感じですか。で、次、無凸の闇落ちチキちゃん。ぼっちなら、移動プラス1、かつ全バフですよね、プラ4。で、大覚醒とか。で、次、無凸のドーマ。こいつに雷の塔壊されちゃいますね、グゾ。1ターン目から攻めたろうとか思ったんですけど、ちょっとベルクとか怖かったですね、なんとなく。引き込まれて、ボコられ、まあ、大丈夫だと思うけど、ちょっと丁寧に行きましょう。で、合剣持ってますね。え、これ攻撃対決と合剣ってさ、同系統ってやつですよね。さすがに3つ進まないですよね。どうなんだろう。進まないですよね。知らないけど。初めて見たな。最後に無凸のドーム2体目と。待ち伏せか。ただ遠距離反撃じゃないので、待ち伏せはちょっと怖くないですね。これは近距離用のやつですね。さあ、ってことで散々、ふんだんに、最高度を積んできました。まあ、回復の塔壊さなくてもいい気もするけど、だって、てか壊す必要ないっすよね。雷塔ないし。でもだるいな。だるいので結局回復の塔を壊しないと。壊すルートで行きましょう。これ1ターン目から壊しに行けん？どうだ？いけるいける。壊しに行ける。うん？いや、無理か。厳しいか。一
応セットはできるけど、ここ壊す、はい、まあ、特にブーツとかも積んできてないですしね。うん、ラキシスぶち込まして、それでいっか。良いでしょう、うん、承知しました。ただエナジーが良心的な位置にあります。うわ、壊れた。戦争ですね、完全に。でリュシオンでちょっとチャージしてから行きたいですね。やっぱりこの邪神のブレスの効果値結構やらしいので。あなたの願いは。で、こうしてで本物を壊しちゃう。そうですか。でこう竜特攻どうだろう、入れなくても多分倒せるんですよね。どうするのだ。ちょっと移動しとこうか。よろしいですね。どうなるかな。ちょっとあんまりよく考えてなかったな。で全開したね。うん、チキも倒せちゃうし、ここ2歩進めてないもんね。っていうか、はい、こうして、うん、はい、そちらですか。あ、ただぼっちにしちゃうと来ちゃうってことか。もうオルティナさんで下げてもいいね。このまま倒しに行ってもいいか。そうですか。うん、全然考えてない。あ、でも一発いって、ただ攻撃のシーンもいって、ベルクと届かないし、はい、必ず。それで引き戻してもらえれば。承知しました。どうでしょうか。匠とデューテは受けれるんじゃない。甘い9。うん、さあデューテ攻撃、うん、お、ちょうど51いったでしょ。家庭、え、フルバフでも、うん、はい、そっか、ちゃんと、あ、こんな硬いんだこの人。お望みのままに。まあ、ここで最高度かければ倒せるもんで。あ、あれがあれありましたね。最も近い味方に20ダメージ、ドーマさんのヒットポイントが。そうですか。削られていく。今回反撃しないからってないか。かわいそうに。で、よろしいですね。もう殴ればいけちゃうか。しました。これ本物じゃない。はい、そうだ。あ、行きました。うん。最終戦はやっぱなんかちょっと、うん、ありがたい拠点と当たることが多いですね。うん。とりあえず、うん。ね、というわけで、締めましょう。はしご2個使っちゃいましたね。これ考えるとやっぱりね、妥協が。いつも最終日に後悔するんですけど。ただ、レベル上げて5つにはまだしなくてもいいのかなって感じですね。はい。では、締めましょう。リベンジ成功ですと。ありました。いやー、初戦のリベンジ失敗したの、うん、悔しいな。砦のレベル差1ありましたしね。よく、うん、よくよく考えればあんな食らうか。へえ、そっか、弱点属性でもあんなに食らうんだ。うん、じゃあね、今ね、エーデルカルトとか、ああいうヘクトルとか、流線系、攻撃力高いキャラに流線系持たせたら、結構面白いことできそうですね、じゃあ。
うん、いい経験になりましたね。うん、あれはもうね、敬意を払って、うん、リタイアさせてもらいました。うん、でもいい勉強になりましたね。あのブレナさんでも、ね、あんなクラブ、まだ言ってますけど。で、うん。で、残りの2戦はうまく戦えましたね。そういえば前のテニスシーズンでしたっけ、あの天井人ってやってたの。いやー、ほんと、もう2週間ぐらい経ったってことですよね。はい。はい。で、13,524 で522と。マイナス100ですけど、いや、どうなんだろう。今、シーズン終了まであと13時間ですけど、これでも1000以内きついんかな。はい。というわけで、今シーズンのまとめに入っていきます。はい。続きまして、いろいろすっ飛ばして、フレンドランキングやっていきます。いやー、アキさん。なんか今シーズン、初日の動画かな。それに、今シーズンは初心者としてやってきますみたいなこと書いてあったんですけど、すごい初心者が現れましたね。なんすか、ユルフア勢ってまたなんか、様子見勢とね、あの手の何か有名なグループなんですか、ちょっとよくわかんないですけど、また教えてもらえれば。で、テレサさんもいますね。いや、もうなんか当たり前な、ね。完全パーフェクトかつ深海3体編成のね、30トスと。すごいなぁ。ね、どういう世界なんだろう。絶対そう、編成組むの大変なはずですしね。で、そう、このタイミングでも、次の新しいね、天の深海英雄、もう発表されてましたよね。うん。皆さんの予想通り、プルメイリアさんやったんですけど、いや、とうとう最高ダーク来ましたね。うん。ルピナスで全然良かったのに。ね、一応、ね、アルフォンス側の仲間だし、ね、一応天ってやっぱそういうイメージありますよね、味方っていう。このままね、ルピナスで良かった気がするんですけどね。とうとう来ましたね。あれをまた10突にしに行くのかな。やっぱ最高度枠いってたら全然違いますよね、攻め方が。どうするんですかね、ガチ勢の方は。ってことでいきますか。もう世界一が2人ですね。おめでとうございます。で、ジンさんとローさん、これって160差、190差あればあれですよね。どういうことだろう。深海3体で1回はやったってことだったかな。でも素晴らしいですね。数字一緒ってことはほぼパーフェクトなのかな。で、サイドマスターさんがいて、で、あ、初心者の磯子屋さん。最近初心者が増えてますね。いやー、にしても今シーズンそう、強い新規さんといっぱい当たりましたしね。すごい時代になってきてます、飛空城。で、徳郎さんがいて、ミスオさん。で、リュウさんですね。ユルトさん仕上がってんのかな。和傘持たした方がいいんかな、やっぱり。で、デンデさんがいて、YB さん。いや、もうこの辺、もう、安定してますよね。で、平田さんがいてと。で、ケイチくん。で、パセリさん。あ、ゴーマさん忘れてました。すいません。ディアドラ。10突なんだ、これ。これって、魔法を買ってたら強なるやつか。強化無効もついてんだ。うわ。ブルーナさんの敵ですね、これは。で、師匠が1個目にいますね。で、出てきました。もう、言うこと一緒なんですけどね。いや、今シーズンも盛大に妥協したクソポンコツ配信者ですね。攻めの方でマイナス40だけなんで、これ考えるとそこまで、まあ、これが、僕の今の実力ってことですかね。で、クーさんがいて、シブチンさんがいて、で、ハルマニアさん、国家試験終了と。お、何取ってきたんですかね。自分、国家資格といえばなんだろう。危険物とかかな。あの辺持ってますね。すんげえ昔ですけど。あれもちゃんと勉強しないと受からないですしね。クソぶっとい本2個ぐらい渡されて、
て試験が5択なんですよ。で勉強してたら2択ぐらいになるんですけど、うん、でそう今会社にもなんかそういう補助があって、で今ちょっと勉強してるんですけど、うん、なんかどうでもいいやつ、どうでもいい資格、うん、それの勉強もしないとな、まあ、すぐ終わるんですけど。で棒人間さんがいて、エクラさん、ロイドさん、ツボ芸人、ツボ芸人どういうことやろ、エナジー取るから取る専門ってことなのかな。で紋章イーヨエさんがいて、おユクさん、あれこれフレンドになってから初めてでは、一回27来てるの、ね、いやーとうとういらっしゃいましたね、力がついてきたようです、おめでとうございます。で結構、うん、でキヨさん、あーそうキヨさん、あのそう今回寝坊して防衛のコーナー取れなかったんですけど、キヨさんがいらっしゃってたんですよね、うん、でおうん優しくしてもらえたのか、無事防衛成功つけてもらったんですけど、いやそれ動画出しときたかったな、うん、このエデルガルト倒せたんですよ、うん、もったいないことした。でエクレさんが言ってもう終わりですね、鶴丸さんまでとなってます。いやー今シーズンすごいですね、いつもの天理なら30位台で終わってるはずなんですけど、やっぱ最高度のね武闘祭系が来てたおかげで、やっぱ皆さんやりやすかったんですかね、うん、やっぱ最高度あるかないぐらい全然違いますしね。なんで冒頭でも言ったあのプレミアさん、あれはどうしても確保しておきたいですね、うん、なんなら僕のパーティーで言えばナーガが無凸なので、まあ竜特攻なくなるのちょっとあれですけど、いや最高度のが欲しいよな、うん、オルティナさんは3凸か4凸いってるんで、もし引けたらナーガとチェンジですね、うん、まあ、3深海3体編成にしてもいいかもしれないですけど、はあ引けるかな、まあ、引ければだいぶ楽になりそうですね、次の天理は。はい、というわけでフレンドの皆様、1回27回到達おめでとうございます。はい、ここからは突撃実況でやっていきます。いやめちゃめちゃ落ちましたね、1725 500位ぐらいからなんで1200ぐらい、天理でももうこんな時代なんですね、やっべー。はい、改めまして飛球場シーズン98お疲れ様でした。いやもう気づけばシーズン100近いっすね、ねシーズン90の時も言ってたと思うんですけど、いやーほんと早いな、ちょっと前までもう夏というかね、7月8月でね、車の中で収録してるのが辛いですって言ってたのが、もうそこそこ涼しくなってきてますからね、うん、もう10月だし。でそう、この毎日飛空場できるようになったのも、あの今年の1月から部署が変わって、そう一日の流れがもう完全に一定になったので可能になったんですけど、確か去年の今頃ってそう無実況というか普通に収録したものにこうやってアテレコで後で実況入れてっていう動画作りしてたんで、確かこの飛空場のシーズンの終わりに出してたんですよ。今の仕様で言うと2倍攻撃なら1シーズン8000ですよね、何もなければ。でその8000の中からなんか目立ったやつをピックアップして最終日にまとめて動画作るっていうのをやってたんですけど、当然やっぱりそう1週間まとめて出せば楽なんですけど、こうやって毎日飛空場やることで今のね環境があるので、ちょっと何とも言えん状態になってきてますよね。ただもうこう毎日毎日やるのがもうね日々の生活に組み込まれてるので完全に、まあこれはこれでいいとして、
過去のそう最終日の動画でも愚痴ったと思うんですけど、やっぱ集中しきれてないですよね、完全に。新しい編成だとか新しい防衛だとか、もう開発する時間が取れないですね。とにかくもう最低限のラインを維持してるってだけですね、本当に。いや、これがそう、会社の業績とかの話にすれば、現状維持だけしてる会社ってもうマイナスしかないですからね、その先は。やっぱりなんか新しいことを開発したりとかすることで業績というか、向上していくので、こういうのって本当良くないんですよね。正直ここまで中途半端をずっとやってるんならもうやめた方がいいんじゃないかっていうレベルですよ。ぶっちゃけると。かといってそういろんなゲームもやりたいし、ゲーム以外のこともやりたいし。体があと 2,3 体あればね、本当ヒーローズ専門の俺の個体を置いときたいんですけど、そうもいかないですしね。とにかく今こうしてやってる配信活動ってやつですか、これの中で今一番楽しいのが本当そうコンシューマーの実況なんですよね。でも残念ながらこの飛空場動画より圧倒的に再生数取れてないんですけど、そっちのジレンマもありますね。この飛空場動画が一番見られてるから続けてるっていうところがありますね。このね、温度差というか、それが本当に、悩まされます。ちょっと前にいろんな動画、いろんなジャンルのやつ出してみたんですけど、スプラトゥーンとか、麻雀とか、あとまあ過去ちょいちょい出してるカラオケ系とか、どれもそう、しっかり芳しくないんですけど、何か別で、そう、当たるジャンルの動画作れるんならもうそっちに行っちゃいたいぐらいですね、今のこのモチベーションなら。ただやってるだけなので何にも正直中身がないですしね。ダラダラやってて勝ててはいますけど、でそう、その一環から妥協とかも生まれてますしね。こんなもんでいいやろうっていう、ほんと正直に言っちゃってるんですけどね、先ほども言ったあのシーズン100がもう近いので、100までにそうこれが解決しなかったらちょっと進退決めようかな。ね、ちょっと前に出しますよって言ってたあのね、誰々を殺す動画ってやつ、とりあえず総選挙ヘクトルのやつ出しますってもう公言しちゃった上で未だにやれてないやつがあるんですけど、あれもやっぱそうなかなか腰が上がらないのはそういうのもあるのかな、本当に。はあ、なかなかな。とりあえずこんなところにしときますか。もう無限に続けれそうなので。で、そう、もう、来シーズンも、ほぼ今まで通りですね。なんか面白い展開があればな、という感じですね。とりあえず、いつものまま、淡々とこなしていく状況となっております。で、フレンドランキングの方かな。あそこでも言って、やっぱり、そう、次のシーズンはプレミリアさんが登場する可能性も、あるので、そのガチャはとりあえず引きに行きたいですね。ただね、物欲センサーが絶対働くと思うので、多分出ないですね。今言っておくと。赤一色狙いから、まだ、他の色をちょっと決めてないですけど、
とりあえず今週末はその動画を撮るためにまた深夜に起きないといけないですね。はい。はい。また来シーズンも頑張っていきます。したら以上ですかね。ご視聴ありがとうございました。またお願いします。